はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅動画を配信していきます。この動画でね、白血病が見えてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日は ね内科の話でね、コレステロール、中性脂肪、肝機能の話をしたんですけども、この3つっていうのはね、普通の人らからしたらね、普通の生活習慣病程度のこととされてますけどね、僕らみたいな、一度ね病気をになったりとか、それをまだちょっとね引きずってたりしたらですね、これらが原因でですね、様々な病気を引き起こす可能性が、普通の人よりも高くなりますとね、病院側からね、呪文のようにね、こう唱えられ続けているんですよ。呪いの文と書いてね、呪文ですからね。でもその呪文もですね、ロールプレイングゲームの呪文のようにですね、たまに効果が切れる時があります。ちょうどね、そのこの2週間前がそのね、呪文の効果がね、切れたタイミングだったんでしょうね。でもまたその呪文をね、こう病院側からかけられたので、効果がね、今後もまた長続きすることをね、願いましょう。でもしかしですね、そんな呪いの呪文よりもね、怖いことがありまして、その通院のね、当日は内科だけじゃなくてですね、眼科もあったんですよ。今回もね、その美人眼科医に会えると思ってね、楽しみにしてたんですけどね。でいつものようにですね、その視力検査と眼圧の検査をして、診察の順番が来るのを待ったんですよ。待ち合いで30分ぐらい待ったかな。その間にちょっとうとうとってしてきてね、ちょっとだけ寝てしまって、名前を呼ばれたんでね、目が覚めて待ち合いのから、その中待合のね、椅子に座ったら、すぐまた呼ばれまして、ちょっとね、こう、ふわふわってした足取りでね、その診察室に入って、気持ちいい状態で、診察が始まりました。視力検査でちょっと、左目が見にくかったみたいですね。でね、全てなんか見透かされてる感があって、さすが先生やなって思ったんですけども、よく考えたらね、検査結果をね、知ってるだけやったんですけどね。ほんで、顎乗せてくださいって言われて、そんな感じで、視診触診が始まりました。ほんで、機械にね、顎をこうやって乗せるじゃないですか。ほんな先生がね、でなんかこういつもよりね、そのよう見てくれてる感じがねしたんです。でほんで終わって顎を外したら、先生がね、左目が目の真ん中まで傷が広がってますねってさらっと怖いことをね、可愛く言われたんです。もうね、ほんまにね、目が覚めましたよ。それを言われるまでね、こうふわふわしてね、気持ちよかったのに、夢からうつつに戻されるとはこのことかってね感じでしたね。いやー、あれはほんまにビビりましたね。でもほんまにね、先生のおっしゃる通りなんですけども、視力検査も見えにくかったし、顎を乗せる機械でね、その見てもらってる時とかね、結構なあれってね、結構な時間ね、その光を当てられたりとか、まぶたを指でこう押さえられて、しばらく目を開けたままにしなければならないという、その眼科じゃなかったらなかなかの拷問の時間じゃないですか。といってもね、まばたきをしてあかんわけじゃないから、別にひどいものではありませんけども、でもそれをね、もう拷問と感じるぐらい、もう左目がほんまにね、開けれなかったんですよ。今でもですけどもね、これまでも何回もその左目がおかしいとね、感じる瞬間はやってきました。以前の動画のこのね、動画を撮ってる最中でもですね、どちらかの目だけがすごい腫れてる時とかもね、ありましたし、主に左の方がね、おかしいなってしながらこう撮影とかしてたんですけども、でも知らんうちに少しずつですけども、その傷がね、こう広がってきてたらしいんですわ。なので今もらってるね、その白い目薬があるんですけど、それを4回しなさいって言われてて、でさらにその保湿の目薬をね、必ず1日6回するようにとね、その新しい課題をね、課されましたね。でもあれからね、その人参を食べてきたんですけども、やっぱブルーベリーとかね、ルテインの豊富なモロヘイヤとかヨモギとかね、小松菜、チンゲン菜、ほうれん草などもね、葉野菜をしっかりとね、多めに食べないといけませんね。というか爆食いも良くなかったんですけどもね、ほんま言うたらね、この2週間というのはですね、その抗酸化物が足りてなかったのかなとね、思っていますし、ほんで食事の量の傘をね、増そうとしてですね、炭水化物が多かったかなって思います。といってもお芋さんとかね、お米なんですけどもね、野菜と果物多めにやったんですけどね、お芋さんとかやっぱりお米も食べ
ました。それでまあその食材のバランスが崩れてね、活性酸素がその細胞を破壊してしまったんでしょうか。そんなことばっかり考えています。もうね、目はほんまにね怖いのでね、ほんまに気をつけていきます。まあ、そんな感じでね、美人眼科医から拷問を受けたというお話でございました。拷問じゃないな、普通の診察ですよ。まあ、そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。